れたわ。無理をするのは性に合わないし、少し休ませてもらうわよ。仕上がるのも厳しいですね。お茶を休憩させてください。これ以上の訓練は効率を悪くするだけだろう。過ぎたるはなおというやつだ。なんだか妙に体が重いわ。これが疲れたということなのかしら。そうさな、自分のことはよう分かっとるじゃて。さすがに限界よな。これ、あなたに書いた恋文です。ちゃんと読んで
お返事くれませんか。私をあなたのお嫁さんにしてください。本気だから真剣に答えてよ。